競馬を愛してやまない皆さん、こんにちは。ドーベルチャンネルです。今週はマーメイドステークス、重賞が一つだけで、いつもに比べると落ち着いた一週間ではないかと思います。中には来週宝塚記念あるし、今週は競馬お休みしようかなと、もう今この動画を見ているそこのあなた、そんなことを考えているんじゃないでしょうか。じゃあなんで見てるんだという話なんですけれども、今週競馬予想をお休みしたいという方は、もう今すぐこの動画見るのをストップした方がいいかもしれません。今回の動画は、皆さん普段予想をするときに、このコースはこの血統が、過去のデータとか、いろんな要素を調べて、予想に血統を生かしているんじゃないかと思います。ただ、今この瞬間、もうリアルタイムで走る血統、知りたくないですか？同じコースであっても、馬場状態はその週によって、瞬発力が求められたり、時には馬力が求められたり、前が残りやすいか、差しが決まりやすいか、それによって、ジョッキーの意識というものも反映されますので、今週はスローペースばっかりだなとか、レースの質も毎週毎週違うわけです。で、そういういろんな要素が噛み合った時に、今走る血統、これが浮かび上がってきます。で、それを今回皆さんにお話ししていきたいと思います。本当にこれ、もう有料級の内容ですので、お見逃しないように最後までご覧ください。で、ということで、この動画では、今回祭の東京、京都の芝レースの血統分析をします。この動画をご覧いただくことで、残り2週となりました。東京、京都の予想がもっと楽しくなります。参考になりましたら、はじめましての方、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは見ていきましょう。まずは東京芝レースの血統分析です。この春開催ここまでの全芝レースの種牡馬成績をご覧いただきます。このようになっております。2勝以上挙げた種牡馬を乗せているんですが、エピファネイア3区がダントツです。そりゃそうっすよね。思い出してください。ビクトリアマイル、ダービー、もう波乱を演出したのは、エピファネイア3区のテンハッピーローズ、ダノンデサイルですよ。エピファネイア3区は、これですね、3番人気以内の馬だけを買っても、単幅回収率は 100% を超えています。で、単勝回収率、533%。もうエピファネイアでこの成績っていうのはね、もうめちゃめちゃ美味しいですよね。これはね、もういたら積極的に、買うべきですね。で、あと回収率が優秀なのはルーラーシップ3区。G1 でも、勝ちこそありませんけれども、マスクとディーバやソウルラッシュが馬券になっています。こうして見ると、上位の種牡馬というのは欧州血統が多いですよね。東京の瞬発力勝負だからディープインパクト、ハーツクライ、ここからね、行きたくなるんですが、ディープインパクトとハーツクライ3区、ここに名前がないように、この開催1勝もしていません。この時期の東京競馬場は、高速決着というのが皆さんの意識の中にもあると思います。それはね、もちろんあると思うんですが、ただ血統傾向は実は欧州志向。ディープインパクトやハーツクライかける、米国血統の持続型みたいな馬は、あまりこう期待値が高い血統ではないです。で、リーディング上位の欧州血統、これが今の東京芝では期待値の高い血統というのを、ぜひ覚えておきましょう。そして、ここからがね、めちゃめちゃ大事なんですが、今の東京芝で、これ絶対買っておくべき種牡馬の系統があります。それはですね、ロベルト系なんですよ。春の東京 G1 ラッシュ終わりましたが、5レースのうち4レースで5台内にロベルトを持つ馬が連帯しました。で、あとは、NHK マイルカップで10番人気3着のロジリオン。これも母にロベルトを持つ馬でした。G1 以外でも、先週のエプソムカップで勝利したレーベンスティール。で、3着のシルトホルン。で、KO 杯スプリングカップを勝利したウィンマーベル。で、3着のスズハローム。で、他にも、もうこれだけね、もうロベルトを持つ馬が、重賞でも馬券になっているんです。僕も先週、エプソムカップではシルトホルンを、馬券の味方で推奨したんですが、その背景には、このロベルトの好調というものも意識していました。で、シルトホルンは、父母両方にロベルトを持っています。で、同じように、父と母両方にロベルトを持つ馬には、テンハッピーローズ、で、ダノンデサイルと、この春 G1 で波乱を演出した馬たちがいました。で、こういった傾向、これを次の週に活かしていく。高配当をつかむにはそのレースだけで終わらず、復習と予習、これが非常に大事になります。木を見ず森を見るといったところでしょうかね。
今週末の東京でぜひお話しした決闘、まあ、特にロベルト系、これはもう注目してみてください。続いて京都芝レースを見ていきましょう。同じように今回祭の種牡馬成績ご覧いただきます。絆とロードカノラ3区の勝利数が2桁と抜けています。まあ、この2つだけ買っとけばいいんじゃねえかと思う方もいるんですけれども、それでいいです。もうね、この数字ですからね、もういたら買い続ける、まずはそれでいいと思います。てかね、まあ、僕はそうしています。まあ、とはいえね、他にもないんでしょうかという話なんですが、ハービンジャーとアジアエクスプレス3区、まあ、これも単勝回収率 100% 超えと成績を上げていますね。で、こちらハービンジャーとアジアエクスプレス3区のそれぞれの成績、距離別でご覧いただいております。で、ハービンジャーはマイルで、アジアエクスプレスは 1200m で特に好成績となっています。まあ、適材適所ということで、まあ、距離で絞って買うことで今の京都で後輩と生んでくれるかもしれないですね。で、ハービンジャー3区は、まあ、今回祭においてはこれ 2000m というのがね、あまり成績よろしくないようには見えますよね。まあ、今週マーメイドステークスにも使われる距離ですけれども、ハービンジャー3区、まあ、なんとかいますよね。まあ、どうなるでしょうかね。そして京都競馬場も、ここからですね、大事になります。今注目すべき血統をご紹介いたします。こちらです。母父サドラーズウェルズ系とキングマンボ系です。まあ、どちらも単幅回収率 100% 超え、まあ、それぞれ好相性の父系統も載せております。で、サドラーズウェルズ系は、ディープインパクト、キングマンボ系で、中でもディープインパクト系は未勝利戦の父リアルスティール3区、これ3頭出走して2頭が馬券になっています。で、キングマンボ系はドゥラメンテ3区が3頭出走して2勝の好成績です。まあ、これピンポイントなのでね、まあ、残り2週間これどれくらい出てくるかっていうところではありますけれども、もしいたら絶対買いです。未勝利戦のリアルスティール3区で、あとはまあドゥラメンテ3区、これはもう全般買っていいかなというところですね。で、キングマンボ系はディープインパクト系とハービンジャー3区で、あとブリックス&モルタル3区、これが好相性です。まあ、非常に、まあ、期待値というかね、もうこれだけもう数字で結果に現れていますのでね、まあ、絶対見逃してはいけない系統です。で、あとこの3つの系統共通していいのが外回りコースです。まあ、内回りと外回りコースの成績比べると、ハービンジャー3区は、まあ、内回りの出走ありませんけれども、まあ、ディープインパクト系とブリックス&モルタル3区は数字がいいというのがわかるかなと思います。で、ちなみに今週日曜に行われるマーメイドステークスでは、父ディープインパクト系で、母父サドラーズウェルズ系のアグラシアドとベリービーナスが登録されています。まあ、アグラシアドはね、抽選対象なので、この動画出ている時点で、これ出走できているのかどうか、まあ、多分決まってると思うんですけれどもね、どうでしょうかね。まあ、出ていたらこれは非常に注目だと。で、まあ、リアルスティール3区っていうこともありますのでね、まあ、非常に面白いかなと。で、あと、来週宝塚記念があるんですが、ここでは父ハービンジャーで、母父キングカメハメハのローシャムパークが出走を予定しています。まあ、これローシャムパーク、まあ、非常に能力が高い馬ですけれどもね、まあ、あまりね、今回注目していないよという方も、まあ、血統だけで馬券の端に入れておいてもいいんじゃないかなと思います。ということで、今回はこの春開催、東京芝、京都芝で押さえておくべき血統を紹介させていただきました。この動画参考になりましたら高評価ボタン、コメントお待ちしております。で、まあ、ここまでご覧いただきました、はじめましての方、ぜひチャンネル登録いただき、次回以降の動画も楽しんでください。で、僕はですね、今回紹介したようなこういったリアルタイムの傾向なども踏まえて、週末には中央競馬予想を、まあ、YouTube メンバーシップや X にて発信をしております。まあ、具体的にですね、どういったことをやってるかというと、中央競馬開催日に、まあ、コースを限定して各レースの出走馬から、各レース5頭をピックアップして推奨しています。まあ、先週のイプソムカップでは推奨馬が1着から3着となりまして、高配当なども生まれております。まあ、メンバーシップ限定の動画などもありまして、馬券の参考になる情報が非常に、たくさんとなっております。もっとこれね、競馬の予想の質を上げたいという方、まあ、動画下概要欄からぜひ一度ご活用いただけたらと思います。ということで、本日の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。